平野市、洋ジャニーズの交流とエールをインスタで熱く語る。ファンは感動の瞬間を共有。金プリの平野市洋が8月30日に行ったインスタライブでシクストーンズの森本慎太郎や金プリの高橋山、岸優太の名前を出し、ジャニーズ祭りの様相を提しました。同日、ジャニーズ事務所をめぐっては、 藤島ジュリー稽子社長の辞任が決定的になったと一斉報道されており、マスコミ界隈では長年同族経営を続けてきた同社の終わりの始まりの日になったとも言われていますが、果たして平野は何を思ってこの配信を行っていたのでしょうか 同29日、創業者ジャニー北川氏、2019年に失去の性加害問題をめぐる再発防止特別チームが会見を行い、性加害が認定されたと報告した上で、ジュリー氏への退任勧告も行いました。翌30日には、新聞やテレビ番組でも、ジャニーズ事務所の問題点について大々的に取り上げられていましたが、 そんな中平野は事前予告通りにインスタライブに登場。8月14日の配信に続き、今回で2度目でしたが、ファンのコメントを積極的に読み上げ、質問にも軽快に答えていましたね。途中で俳優横浜流れ星が登場するというサプライズもあり、視聴者は50万人を超える大盛況ぶりでした。スポーツ上記者。 中でも SNS を沸かせていたのは、騎士の誕生日会エピソード。昨年9月の騎士の誕生日会に関しては、8月23日放送の、キング・アンド・ピンス・長瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送内で長瀬とゲスト出演した高橋、騎士の3人が、その際のエピソードを披露。会の途中で高橋が泥水したため、 他の4人がタクシーを手配し、先に帰宅したというが、このラジオを聞いていた視聴者から雨を置いて帰ったとコメントが寄せられると平野は多分置いて帰った、笑いと告白。しかし平野は続けて、でも園長優しいよ、と話し、別の回で酔いつぶれた高橋を車で迎えに行き、家まで送ったという出来事を明かしたんです。どうまた。 平野はインスタライブで親友として知られる森本についても言及。森本は前回のインスタライブで共演未遂するという陳事を起こしていました。配信中、突然平野は親友から電話が来たんだけど、と目を丸く、視聴者に相手の声が聞こえないように一瞬通話するもかけてくんな、よ。バカじゃないの、と笑いながらすぐに電話を切っていた。 その人物について、僕と似た体型のゴリラっぽい方というか、顔がちょっとも愛っぽい、などと話したことで、ファンはすぐに森本からの着信だと気づきました。その後、森本は26日放送のシクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送で、インスタライブ中の部屋に電話をかけたことを明かし、ファンを驚かせたんです。どう 現役ジャニーズが退場者と共演未遂したとあって、森本が事務所関係者からお叱りを受けていてもおかしくない。しかし、平野が今回のインスタライブで明かしたところによると、森本から、俺も何もなかったお。ハートマーク、大丈夫だったお。ハートマーク、怒られるわけないでしょうに、というメールが届いたとのこと。その場で平野も、ならよかったわら、と返信していた。 他にも平野は、主演ドラマ、黒詐欺、TBSK、22年10月期、撮影時、1日5食食べていたのに体重が激減したという裏話を明かしたり、同ドラマの主題歌であるキンプリの、月読み、お口ずさんだりして、ファンを喜ばせました。危機的状況のジャニーズ事務所とは裏腹に、 古巣となったジャニーズの仲間たちとの交流や在籍当時の思い出をにこやかに話す平野に救われたというファンが少なからずいたことでしょう。これが平野にとってのジャニーズや所属タレント、スタッフらへのエールだったということなのかもしれませんね。今後も平野のインスタライブは行われるでしょうが、どんな話が飛び出すのか注目したいですね。